の名は赤羽。そんな物騒なものは置いて一緒に楽しいことしましょう。そうよ、欲望には忠実に。誘惑がすごい。女性に囲まれてうずうずしている。巻き戻しだ。転送完了です。どこじゃ、ここはかなり昔に来たんじゃないか。ここは3000年前の中国です。彼は時空警察特殊機動隊、通称巻き戻し。今回のミッションは鬼退治です。楽しそうじゃの。待て、なんじゃあいつ。あ、あの人が今回の。どう見ても鬼じゃ。今回の敵鬼じゃな。ちょ、赤羽さん、セイバーイ。赤羽さん、違います。その人は今回のターゲットです。え、なんじゃと。気絶してます。しょうがないやつじゃの。絶対赤羽さんのせいですよ。巻き戻しはたとえこんな状況でも右目のタイムマシン、リトライアイを使えば。リトライ、時間を巻き戻してやり直すことができる。あの人は鬼ではなく、今回のターゲット、放送士さんです。でもあいつ、鬼の面をかぶって鬼退治をするつもりか。いや、実は僕たちが想像する鬼の見た目は本来鬼を退治する方の見た目だったらしいです。いつからか逆に伝わって現代に至るとか。ややこしい話じゃな。そして今回のミッションは鬼退治に失敗した放送士さんを助けることです。了解じゃ、鬼なんてサクッとぶった切ってやる。あ、放送士さんが来ましたよ。そして赤羽さんは放送士さんに話しかけ、わしも鬼退治に付き合うぞ、赤羽じゃ。何いきなり。とにもかくにも共に鬼退治へと向かうこととなった。しかし、なんでそんな変な格好しとるんじゃ。変とは失礼な。これには大切な意味があるんだ。まず目が4つあるのは、どの方向から敵が来ても大丈夫なように。そして敵を退散させるため霊獣であるクマの毛皮をまとってるんだ。なるほど、ただのお前の趣味じゃないんじゃな。当たり前だ。だが息苦しいから、ここぞという時まで仮面は取るけどな。なんじゃそれ。イケメンですね。それで逆に鬼ってのはどんな見た目なんじゃ。それが俺も見たことないんだ。噂によると鬼の住処はあそこだ。なんかイメージと違うな。ずいぶん楽しそうな場所ですね。なんとあの美女が鬼か。楽園じゃねえか。おいおい、あら、珍しいお客さんよ。ほんとだ、こっちへおいで。罠じゃな。今行きます。こんなところにパラダイス。いらっしゃい。おい待て。私たちといいことしましょう。いいことってなんだい。バカ男が私たちの餌になるのがいいことよ。油断した。放送士さん、やはりあいつらか。バカな男がもう一人いるみたいだな。食っちゃおうか。くそ、リトライ。騙されるな放送士。よく見ろ、角が生えておる奴らが鬼じゃ。まさかあんな美女が鬼だったなんて。しかしデコに貼ってる魔の字はなんだ。よくわかりませんが、魔族の魔とか。とりあえずこいつらを倒せばいいんじゃ。ほらこれは。おお、豆か。やっぱり鬼退治と言ったら豆ですもんね。ずれ、鬼退治じゃ。悪く思うな、うるわしのレディーたちを。あら、元気なお客さんね。そんなの聞かないわよ。なんじゃと。いい男じゃない。気に入ったわ。くっそ、離れろ。赤羽さん、この豆生ですね。生じゃダメなのか。豆を射ることで魔の目を射るという意味があるので、生だと効果がないんです。うぎゃー、くっそ。ならば違う方法を探ろう。リトライ。放送士、この豆を交差点に置いて戻ってくるのじゃ。現代でも四国地方のいくつかの地域に残っている鬼払いの風習ですね。本当にそんなの意味あるのか。いいから試してみろ。豆を置くときは絶対誰にも見られちゃいかんぞ。でも何かを伝え忘れているような。誰にも見られてない、これでいいんだな。置いたら戻ってこい。こっちを向いて。はい、喜んで。あ、思い出した。引っかかったね、おバカさん。そう、この方法は戻るときに後ろを振り向いちゃいけない。楽しいことしましょう。何しますか。大事なことをすっかり忘れとった。すまん放送士、リトライ。71回目。どこ行くんだ。鬼の住処はこっちじゃないぞ。作戦を考える。誰もいなさそうな納屋がありましたね。
ああ、ほこりまみれだな。ちょうどいい。大沢氏が鬼を見ない方がスムーズだ。すぐに誘惑に負けてしまいますもんね。ああ、他に鬼を倒す方法といったら、なんじゃ？イワシとヒイラギの歯は苦手とはよく言いますよね。おい、これなんかどうだ？どうしたんじゃ？鬼について書かれている巻物があったんだ。何が書かれてるんでしょう？魔を無にせよ。なんじゃこれ。意味はありそうだけど。わかった。魔は鬼、無はゼロを意味しておる。つまりは鬼を駆逐すればいいってことじゃ。そういうことか。赤羽頭いい。いや、そんなに解決してない。そうと決まれば真っ向から戦うのみじゃ。賛成。本当にこんな単純なことなのか。もらった。あら、乱暴ね。あ、そのセクシーな体は目に焼き付けといてやるわ。鬼の反射神経が良すぎる。乱暴な子はお仕置きよ。もうこの嬉しさとの狭間。くそ、何しとるんじゃ。リトライ。その後も2人は様々な方法で駆逐を試みる。275回目。わしが上、俺は下。危な、失�敗。611回目。ほら、イワシとヒイラギのダブルパンチじゃ。そんなのとっくに克服してるわよ。毎年玄関に飾られてもね。失敗。909回目。絵本の毛をかぶる。私にもちょうだい。失敗。1114回目。しかし有効な手段は見出せず。くそ。赤羽さん、リトライアイの使いすぎは気をつけてください。精神的ダメージを大きく受けるからだ。あらら、お眠の時間みたいね。魔王無に、あの巻物やっぱ気になるの。もう一度よく考えるんじゃ。何か違う意味が。あ、魔が無になっとる。私が永遠の深い眠りにつかせてあげるからね。分かったぞ、お前らの弱点が。赤羽、大丈夫か。わしらは勘違いしていたみたいじゃ。わかったぞ、クリアルート、リトライ。赤羽さん、何がわかったんですか。いいから見とれ。こいつらに貼られてる魔の札を取って。え、何するのよ。こうすると、カタカナの魔が無になった。判定させて角度を変えると無になるのか。巻物はそれを言っていたんじゃ。魔を無にするってそういうことだったのか。でも鬼は有象無象にいます。二人の体力が持つか。何も案ずることはない。お、俺も手伝うぜ。わしが一瞬で終わらせてくれるわ。バージョンアップ。フォアだ。はっ、ほっ。やめておくれ。そうか、3秒間200倍速の赤羽さんの能力ならこんなの一瞬か。張り替えるだけなら簡単だ。私に何する気？意地悪しないで。ぐぬぬ。ほら、素直になりなさい。お掃除さん、そんな甘い言葉に騙されないでください。おお、俺は悪しき鬼を退治する放送士だ。よし、全部の鬼の間を無にしたぞ。鬼たちの動きが止まった。これであとはとどめを刺すだけだな。ん、どうしたんですか赤羽さん。鬼とはいえ無抵抗で見た目が女子となるととどめを刺しにくいな。女？そうか、興奮して忘れていたわ。赤羽、お前もこれをつけろ。予備で持ってきといてよかった。間を無にされた鬼の本当の姿が見える。本当の姿じゃと？おっ、なんじゃこいつ。あれが本来の鬼の姿だ。あれが本体なら心置きなく暴れられるわ。魔術で姿を変えていたんだな。すまん、最初からお面つけとけばよかったわ。行くぞ放送士。おら、鬼は外じゃなくて真っ二つ。達者でな。コープー。そして二人は見事なコンビネーションで鬼を殲滅した。これで任務クリアです。お見事です、二人とも。よし、いやー、よかったよかった。これで鬼はいなくなったな。僕たちもこれで戻りましょうか。お面外さないんですか。似合ってるぞ。
ちなみに後日談ですが、その場にいた人たちがその様子を見ていたのだが、あの2体が鬼か、恐ろしい。4つの目をした鬼が暴れ回って女性たちを一掃してしまったんだ。2人は鬼と勘違いされ現代にまで言い伝えられることとなる。ご視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう1回見ようっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。